スーザン・ウォンは、香港出身の歌手、女優、ファッションモデル。スーザン・ウォンは、英語での本名であり、中国での通名は、コウ・ミドリさん。一時、ジャネール・ウォンの芸名で活動していた。スーザンは、香港に生まれ、香港を拠点に活動しているが、6歳の頃、家族と共に、オーストラリアのシドニーへ移住し、シドニー大学を卒業後に単身で、香港に戻った。 香港の英語にもオーストラリア英語にもそれぞれ固有のアクセントがあるが、大学ではイギリス英語が奨励されているためか、スーザンも流暢なイギリス英語を話し、それが歌の印象にも反映されている。スーザンがシドニーに移住した頃は、香港人たちはそれほど多くなかったそうで、耳にする音楽もポップスがほとんどだったという。彼女はピアノを本格的に習っていた時期もあるが、 学校ではコーラスに参加したりミュージカルに出演したりと歌うことに対しても並々ならぬ情熱を発揮していた。そしてカラオケの登場をきっかけにますます歌にのめり込みシドニーで最初に行われたカラオケのコンクールで優勝を果たした。これが本格的に歌手としての道を歩むきっかけの一つになったという。香港に戻ったスーザンは 日本の大手レコード会社ポニーキャニオンから、関東語で、関東ポップスを歌ったアルバムを1997年に発表した。全曲が香港の作曲家による書き下ろしという、このアルバムはかなりの評判を呼んだという。しかしその1年半ほど後、所属レーベルは親会社のリストラ作の一環で閉鎖されてしまい、スーザンは日本から撤退する。 業界に厳滅を感じた彼女は、大学で専攻した会計学を復習して、公認会計士の資格を取得し、会計士として仕事を始めた。しかし、スーザンは歌手として、アルバムを作った時の経験が忘れられず、また歌いたいという欲求と情熱を抑えることができず、歌手として、再び活動を開始する決心を固めた。2004年、スーザン・ウォンの名前で再び、 日本へ進出する。まもなく英語アルバム、Close to You と I Wish You Love をリリース、高い評価を獲得する。しかし翌2005年に休養を宣言し、2015年に日本で最後のアルバムを発表した、Umain Love。関東語のスタジオアルバム英語のスタジオアルバム。ありがとうございます。